皆様、お久しぶりぶりでございます。ドクター西田こと、西田渡でございます。このドクター西田体なるほどチャンネル、1ヶ月半ほど、ちょっとお休みになっておりましたけれども、いろいろ学会発表などで忙しかったんですけれども、今日はですね、もう緊急特番ということで、急遽撮影を行っております。本日のテーマはこちらでございます。緊急特番。コルテックサイム復活、人事パイン阻害薬が歴史を変えるということで、ちょっといきなり唐突で、今までは割と一般的な話をさせていただいていましたけれども、今回はちょっとスペシャルで学術的な内容なんですけれども、これとても大事なことなので、なぜ私がドクター西田の体なるほどチャンネルを始めたのかという、その理由にもなってくるんですけれども、これはですね、このコルテックサイムという、このアメリカのベンチャー企業なんですけれども、この会社が開発した人事パイン阻害薬っていう薬が、今から、4年前に開発されました。で、この、薬に対して、この薬、まだ日本ではほとんど知られてないんですけども、私はこの薬にすごく期待して、この薬が実はアルツハイマー病の治療薬なんですけど、それなぜどういうふうにアルツハイマー病に効くかというと、なんとですよ、皆さん、この人事パイン阻害薬というのは、実は歯周病菌の一番の悪玉親分と言われるポリフィロモナスジンジバリス、PG 菌って、略して PG 菌と呼びますけれども、この PG 菌をやっつけるお薬、歯周病菌をやっつけるお薬をアルツハイマー型認知症の患者さんが飲んだらどうなるかという臨床試験って呼ばれますけれども、実際のアルツハイマー病の患者さんがこの薬を飲んで認知症の進行がどれぐらい抑えられるかという、そういう医学の中でも最も厳密なエビデンスである臨床試験まで実施されたんです。それだから僕はこの薬の登場によって世の中はひっくり返る。私は14年前からこのお医者さんと歯医者さん、看護師さんと歯科衛生士さん、そういう連携の大切さを訴えてきましたけれども、この人事パイン阻害薬こそがお口と全身のつながりを明らかにしてくれる。もう本当に世の中が変わるインパクトを持ったディープインパクト、映画でディープインパクトという映画がありましたけども、本当にあれに相当するきっかけの一つになると思って期待してたんですね。で、かいつまんでちょっとその歴史を簡単に今日ご紹介しますが、先ほどのコルテックサイム、米国ベンチャー企業コルテックサイムっていう会社ですけれども、今はもうなくなりましたけれども、このキャシー・リンチさんという女性と、そしてこれスティーブ・ドミニーっていう神経内科の先生ですね。神経内科の先生が2人でこのコルテックサイムという会社を設立されました。で、その会社がお薬を作ったわけですけれども、一体どういう薬を彼らは作ったのか、それはですね、詳細は2019年1月23日、サイエンスアドバンシーズっていう、科学の世界、医学の世界でも一流誌があるんですが、ここにアルツハイマー病の未来を塗り替える歴史的な論文が発表されました。この表紙を飾った、表紙の写真を飾ってるんですけども、これ茶色は何かというと、先ほどのポルフィロモナスジンジバリス PG 菌がアルツハイマー病の患者さんの頭にいましたっていうですね、もう本当に私これ読んだ時椅子から転げ落ちましたよ。本当に今からちょうど4年前の1月なんですけども、これものすごい論文が発表されたんですね。こんなものが出てくるとは、この歯科オタクの私ですら予想はできませんでした。どんなものかというと、これはAD というのはアルツハイマーズ・ディディーズって言いますけど、から AD っていうのはアルツハイマー病の略語なんですが、アルツハイマー病の患者さんの海馬。海馬っていうのは聞かれた方もいらっしゃるかと思いますが、我々の頭の中で記憶を司る一、とっても大事な領域なんですけども、その海馬にですね、この茶色は何かというと、この先ほどの PG 菌、歯周病菌の悪玉親分であるポルフィロモナスジンジバリスっていう、超悪玉菌が分泌するタンパク分解酵素。タンパク分解酵素っていうのは、細菌っていうのは、この PG 菌は、我々が好きなブドウ糖であるとか、糖質、一般的な細菌が好きな糖質が食べられないんですね。代わりに、肉食なんです、この PG 菌っていうのは。だから、タンパク質を、ただし、
肉はそのまま食べられないから、その大きすぎるから直筋直筋直筋、このタンパク質を直筋直筋するハサミがいるなんですけどの、そのハサミがこのジンジパインと呼ばれる酵素なんですね。このジンジパインがこのアルツハイマー病の患者さんの頭の中に見つかった。もちろん元気な方の皆さんの頭の中にはいないはずです。でもアルツハイマー病で亡くなった方の脳みそを調べるというその半数にこの PG 菌、恐ろしい歯周病菌が分泌するそのハサミが残ってた。すなわち人間の頭の中に歯周病菌が住み着いていたということが世界で初めて明らかになったんです。でそこから先ほどのコルテックサイムを立ち上げたキャシー・リンチさんとスティーブ・ドミニー先生らは、新しい会社でこの PG 菌が分泌するこのジンジバインというこの酵素が効かなくなる、ハサミが効かなくなる酵素、ハサミが効かなくなる薬、それがあると PG 菌はいくら立派なハサミをどんどこどんどこ直近直近しようとしても、あ、ハサミが効かないぞ、効かない、餌が食べられない、死んじゃったということになるわけですね。だからハサミを効かないようにするのがジンジパイン阻害薬というんですけれども、これを彼らは開発しました。で、動物実験でその有用性が認められて、アメリカの FDA というところはこのジンジパイン阻害薬を人間患者さんにも使ってよろしいという許可を出して、そして、ゲイントライアル、ゲインというのはジンジペイントライアル、 GAIN を取ったゲインというトライアルなんですけども、これはアルツハイマー病の患者さんです。しかし大切なところは歯周病の有無は問わずっていうところが大事だったんです。 FD、 まあこれはもう医学界始まって以来のお薬だと私は思います。お口の歯周病を治療する薬で、全身の病気、特に今現在でも最も治療が難しいと言われているアルツハイマー病を治療するなんていうのは本当に夢のような話だったと思うんですね、つい最近までは。だからそのアメリカの FDA も、まず最初は歯周病の有無は問わない、とりあえずアルツハイマー病の患者さん600人を対象にしてこの臨床試験を実施しなさいという命令を下したようです。で、この試験はすでに、2021年11月に終了しました。もう今から2年前ですが終了したんです。どうなったか、残念ながら、まあ、主要評価項目と言いますけれども、まあ、結果から言うとその600人のアルツハイマー病患者さんを対象にした結果ではダメだったんです。失敗したんです。この薬は残念ながら失敗してしまいました。本当に残念なことでございました。でもですね、実はその600人の中でお口の唾液の中に、唾の中にこの PG 菌、ポルフィノモナスジンジバリスが唾液の中に存在する患者さんに限って、解析するとすごいことが明らかになったんです。左側はご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、アデュカヌマブって呼ばれる、抗アミロイド β に対する、モノクローナル抗体、抗体医薬と呼ばれるものですけれども、これは年間300万円以上がかかる非常に高価なお薬なんですけれども、まあ、現在この発表された当時はこのお薬が最も有効であるということで実際に病院で処方されてた薬ですが、この薬の力というのは、546日、まあ、1年半かけてこの認知プラセボ、何も飲ま、プラセボの人たちは偽薬、偽物の薬の人たちが、まあ、100認知機能が落ちていくとすると、それを、まあ、3割抑制する力しかなかったんですね。3割抑制することができた。でもこの薬は効くからアメリカでは実際に病院で処方されてるんです。1年半で3割抑制で。ところがこのジンジパインインヒビター、ジンジパイン阻害薬はどうだったか、こちらは300日、10ヶ月でなんと 57%、 6割も抑制したんですね。もう倍以上よく効いてるんです。こっちよりもこっちの方が、ジンジパイン阻害薬の方が2倍効いてるんですね。しかも10ヶ月でめちゃめちゃ効いたんです。おそらく現時点で人類史上で最もよく効いたのはこのジンジパイン阻害薬だと思いますが、ただしそれは唾液の中に PG 菌がいる200人に限った解析の場合であって、全体の歯周病
ないような人も含めた600人では統計学的優位差は出なかった。しかしこの結果から私は間違いなく PG 菌、歯周病菌が認知症、アルツハイマー型認知症の進行の一因になっているということは、裏を返せばこれはジンジパイン阻害薬による治療ですけれども、ちゃんと日々歯磨きして歯医者さんに定期的に通って、この PG 菌という恐ろしい超悪玉菌がお口の中に住まないように、出血がゼロのお口を実現することができれば、それは認知症の治療と予防にそのままつながるんではないですかと、私はそのように考えてものすごく期待したんですけれども、しかし臨床試験は失敗したので、もう株価が急降下して、コルテックスアイもないなっちゃいました。さようならということで、一時はこのコルテックスアイの株価はもう120ドルまで行ったんですけども、この学会発表の途端ピューと落ちて数ドルまで急激降下して、コルテックスアイムという会社は一旦消えました。でもう本当に私ももう残念、もう残念、本当に残念。まあそれもあってドクター西田の体なるほどチャンネル、ちょっとここ 2,3 年静かにしてたんですけどね。ところがですよ、ところが今月2023年5月このコルテックサイムが名前を変えて、ライトハウスファーマーとして蘇りました。ライトハウスファーマーね、もうおめでとう。本当にもう超良かった。ライトハウスっていうのは灯台ですね。日本語で灯台です。これ灯台、光が出てますでしょ。灯台。新しい時代の光を灯して、アルツハイマー病で苦しんでいる人たちに光を灯して、幸せな方向へ導こうという、とても僕いい名前だと思うんですが、まあ、この復活した会社の中には、先ほどのキャシー・リンチさんとスティーブ・ドミニー先生のこの二人いらっしゃいますよね。一生懸命頑張ってもう一度復活されたわけです。で、まだ復活した、この5月に復活したばかりなので、まあ、詳しいことは明らかになってませんけれども、このホームページに書かれているパイプライン、これからの薬の、予定とかを読むとですね、もう胸熱ですよ、これ。本当に、いよいよ医学と歯学の歴史がひっくり返る。もう人類の歴史がひっくり返るぐらいのことがこれから数年以内に起きるであろうと、私はまたまた期待している次第でございます。どんなことか知りたいでしょ知りたいと思ったら、カルドナルフォートチャンネル登録よろしくお願いします。おかげさまで、まあ、1100人、このですね、もう1140人ぐらいまでですね、行きましたけれども、でもちょっと再生回数が少ないかな頑張ってんのに。でも今回のこの5月のライトハウスファーマーの誕生によって、コルテックサイムの復活によってドクター西田めっちゃパワーいただきました。パワーいただいたので、これから本当にこの地球が変わる、世界が変わるということをですね、どのメディアよりも先行してこの体なるほどチャンネルを通じて、これから何が起きるのか、そしてなぜ歯磨きが大切なのか、なぜ歯医者さんに定期的に通わないといけないのか、それをですね、全身全霊でお届けしたいと思っておりますので、引き続きフォローのほどよろしくお願いいたします。それでは皆様ごきげんよう。いい時代になりましたね楽しみ、これからも何が起きるのかな